東口東口西口東口付近に保存されている5号蒸気機関車おもちゃの町駅は栃木県下津賀郡美部町にある東武鉄道宇都宮線の駅である。駅番号は TN35 島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅の東西を連絡する地下自由通路の中間から階段を上ったところに駅舎があり、 ホームへはさらに階段を上る形態となっている。エレベーターエースカレーターは設置されていない。パスも対応管や IC カード改札機設置駅。2019年度の1日平均乗降人員は2621人であり、宇都宮線の途中駅では最も多い。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。駅西口ロータリーにある花西口から、 関東自動車の路線が発着する。2019年10月1日から、当駅を起点に、下付市、上野川町、三部町広域連携バス、夕顔バスの実証運行が開始された。運行住宅は、関東自動車。その他、三部町のデマンドタクシー、三部、丸も運行されている。町内の任意の地点同士を運行する。1時間間隔の運行。土急運休。 利用は、事前登録用。玩具メーカー、トミー工業の働きかけで、駅の近くに、玩具製造関連会社が集積する、工業団地、おもちゃの町が形成されたことによる。おもちゃの町はそのまま町名にもなっている。トミーによれば、駅名を命名したのは、トミー創業者、富山坂井一郎である。ありがとうございます。